どうもレゴラジです。お部屋がね、片付いてすっきりしたので、今回はこちら、コンビ名を答えなさいということで皆様に募集いたしましたところ、なんとか決まりそうですね。18?9? ぐらい来たんですよ。ということで、本日はこちら行ってみましょう。コンビ名を答えなさい。互換性ミニフィグコンビ。だから、一番最初にこれ?いや違うんだよ。もう、まあこれいっぱい来るよね。いっぱい来ると思ってたんだよね。いや、そういうことじゃないんだよね。コンビ名を決めてほしいんだけど、互換品っていうかね、互換品っぽいけどね、それを考えた上でコンビ名を決めてほしいんだよね。コンビ名を答えなさい。壊すならトラックズ。だからいや、いいよ。いや、そうそう、こういうことだ。こういうことだと思います。壊すならトラックズ。まあね、言葉の意味はよくわからんが、とにかくなんとかってやつだね。いや、いいんじゃないでしょうか。コンビ名を答えなさい。爽やかマイケルとキラキラハニー。いや、いいね、いいね。まあ、マイケルとハニーっていうのは名前じゃなくてハニーのハニーかな。いや、いいんじゃないでしょうか。もう完全にね、見た目で適当につけてるね。そういうのが好きです。コンビ名を答えなさい。アダムとイブ。もう、これ適当に考えたんでしょう。面白くないし。面白くないけど、でもまあね、そうだね、レゴの生みの親?一番最初のレゴじゃないんだけどね。一番最初のミニフィグじゃないんだけどね。まあそうだよね、昔のレゴだからね。この二人から全てのミニフィグが生まれた、そういう設定かな。うん、それいいかもしんないね。違うけどね。コンビ名を答えなさい。ペコとポコ。いや、似てないし。まあ、いいよ、いいけど、ペコちゃんとポコちゃんね。藤原のキャラクターだよね。全然似てないし、そういったとこペコとポコ悪くないのかな。なんだろうな、これ説明が欲しいな。コンビ名を答えなさい。チップとデール。だからもういいや。コンビ名を答えなさい。ダイヤブロックではないです。あ、もうね、互換品とかね、もうね、なんだろう、ダイヤブロックじゃねえだろう、どう考えても。いや、ダイヤブロック知ってんのか。知ってるよね、レゴやってる人はみんなダイヤブロックね。これいいね、どうもダイヤブロックですって。絶対違うけど、でもこういうの。こういうのがいいね。コンビ名を答えなさい。ダークセンチュリーツインズ。もう意味がわからない。ダークセンチュリーツインズってどういう意味なんだろう。暗闇のセンチュリーって歴史ってこと?漆黒の歴史双子みたいな感じ?なんだそりゃ。12秒か。コンビ名を答えなさい。二人の幼少期。だからね、だからコンビ名を答えろって言ってんだろうか。もうどうなってんだ。しかもね、二人の幼少期ってあれだよね、レゴラジ君と嫁ラジの幼少期ってことだよね。あのね、この真ん中の二人の方がでかいからね。コンビ名を答えなさい。かつみさゆり。いや、もう完全にパクってるじゃねえかよ。これボヨヨーンってできるけど、確かにね、女の子の方はね、ボヨヨーンってね。残り借金いくらなんでしょう。コンビ名を答えなさい。ニセラジ夫婦。だからコンビ名だっつってんだ。コンビ名。もうこれね、もう入れんの悩んだけどね、コーチェンさんだから入れたけどさ。コンビ名わかる?コンビ名を答えなさい。庄司とシエレイジ。これは知ってる人いるよね。有名などつき漫才の夫婦。これいいな。なんだか、もうこれが出てくることがもうやばい。コンビ名を答えなさい。ローリングストーンズ、いろんな意味で。
まあ、ローリングストーンズもね、パクリなんだけどね。ローリングストーンズね、いろんな意味でね、これ深いですよ。もうね、ストーンズがローリングしちゃってね、ローリングしちゃってね、瞑想しちゃってね。これは深いなぁ。素晴らしいなぁ、これ。コンビ名を答えなさい。どうしてこうなったはず。これもね、一個前のニパさんのと一緒でね、ローリングだよね。どうしてこうなっちゃったのこれっていうね。コンビ名じゃねえだろう。いや、コンビ名か。なんでこうなっちゃったんだろうね、これね。コンビ名を答えなさい。ディラン&キャサリン。これも、まあコンビ名じゃねえけど、パクリだよね。しかもね、これね、俺ね、モノマネね、できないんだよね、これ。できれば、モノマネできるやつだったらいいんだけどね。全くできないし、できれば面白くできるんだけれども、もしくは、キャサリンの方をね、ゴマさんまた音声データ送ってください。コンビ名を答えなさい。プリキュア、プリキュア、ね、プリティで、キュア、キュア、なんだっけ、二人は、プリキュア。しょうがないからもう歌いましたけれど、歌ったよ。もういいでしょ、勘弁してください。コンビ名を答えなさい。ストーンパンツブラザーズ。もういいね。これいいんじゃない、かっこいいじゃん、名前。ストーンパンツブラザーズ。ストーンはみんな外せないみたいだけどね。みんなズボン履いてね、パンツスタイルでね。かっこいいじゃん。うん、どうしたのツナカンさん。全然なんか、イルドラ感がないけど。コンビ名を答えなさい。偽物に見える本物ぜ。いやー、最後なんだよね、これね、ボバさんの、滑り込みで応募してくれたんですけど、これね、まさに、もうまさに最後これ書きたくて待ってたんだろうね、最後になるのね。偽物に見えるけど、本物なんですよ。これ、レゴなんですよ、ちゃんと。っていうね。これ、正解じゃないかな。これでいこうかな。偽物に見える本物ですね。いいと思います。これが、もうまさにこれ、言いたいことは。ジャックストーンは、偽物じゃありません。ちゃんとしたレゴです。と言いたい。そんな思いが込められたコンビ名となっております。ということで今回は、彼らのコンビ名を皆様に募集したところ、決定したのが2人はプリキュアでした。何でもいいんだけどさ。いやー、これ楽しいなー。なんかね、元気をもらうというかね、皆様にね応募していただいて、レゴラジが元気をもらうコーナーとなっております。全然何でもいいのでね、お気軽に参加していただければね、レゴラジのパワーとなりますので、いいのかそれで、いいか。ということでこんな感じでやっていきますので、また次回もご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。おつらじ。